深夜、めぐるは、日本一ソフトウェアより2017年8月24日に発売された、プレイステーション4よびプレイステーションビータ用ゲームソフト。2015年にリリースされた、ホラーゲーム、夜、めぐるの続編。海外版は、夜回り、ミッドナイトシャドウズのタイトルで2017年10月25日に PS、PS4。 p s Vita および Microsoft Windows 用ソフトとして発売された。2018年10月25日には、前作とのセットである、Nintendo Switch 用ソフト、夜、めぐると、深夜めぐる方、Nintendo Switch が発売。2019年1月25日には、DMM Games で配信。2019年8月29日からは iOS、および Android 版が配信された。 海外版のレーティングは、アメリカ・カナダの S 部では、前作の T に対し、今作では、大きな流血や残虐描写が存在するため、M となっているほか、台湾の GSRR では、厳生級となっている。ある夏の終わりのこと。二人の少女ユイとハルは、ユイの親友であるハルが別の町に引っ越してしまう前に、裏山で一緒に花火を見ることになった。花火が終わる頃、 夜はふけすっかり暗くなってしまった。暗い山道を二人で手をつなぎながら下っていく。しかし、少しの間手を離した隙に、二人は、はぐれてしまった。ゆいは春を、春はゆいを探す決意をし、夜の街へ、二人は、お互いを探しに出る本作は攻撃していないので、平気を分けたち。など。ジズスタジオ大専用2018年6月18日に、 PHP 研究所より観光。著者は黒白。イラストは、溝上優。セガゲームス、日本一ソフトウェア開発のプレイステーション4、用ソフト5タイトルのアジアでの販売ライセンスを獲得。魔女と百鬼兵2の、反対アザバゴ発売セが製品情報サイト2017年5月29日、夜、めぐると、深夜めぐる方ニンテンドースイッチ、夜を探索する。 ホラーゲームが日本セットになって10月25日発売決定。先出し週刊ファミ通。ファミ通 c o m 2018年7月5日閲覧。ありがとうございます。